これからこの衣装を脱いで中に着ている水着になりますが、これを脱ぐのか、これを脱ぐのか、これを脱ぐのか、どれが順番が正解なのか。まろやこチャンネルをご覧の皆さん、今日は DVD 撮影2日目です。自分の携帯で撮ってるんですが、実は1日目のスタジオに充電器を忘れてきてしまいまして、カメラがない状態なので自分の携帯で今日はオフムービーを撮ります。子供たちがいっぱいシールを貼ってくれるから携帯の裏がこんな感じです。いつも、こんな感じですね。私の今日の格好はいつもミッドワンピが多いです。で、こちらはですね、スタジオに入りました。すごいスカル、なんかね、部屋ごとに雰囲気がガラッと変わった。ここはピアノもあるし、このビル全部がスタジオになってるみたいで、すごい。え、なにここ牢屋？どういうシーンを撮るんだろう。面白いね、やっぱスタジオって。あ、巨匠、あ、顔映ってないね。逃げた。でもそっち行きます。今ね、入ったばっかりで。なんか部屋ごとに、ここなんだろう、爆弾とか仕掛けてそうな。ちょっと、ね、蛍光灯の電気もチカチカしてるし、事件が起こっていそうな部屋だな。そして、ここも、あれ？ドラムがあるぞ。硬い感じ。ん？動画撮影 OK。おい、尋問部屋みたいになって。やっぱなんか、事件勃発ですね、ここ。昨日のなんか真っ白な爽やかな部屋と打って変わってっていう感じだな。急にバーみたいな。歴史感な感じですね。開けると。お、スタッフさんの荷物も置いてある。今日はこんな感じのところで撮影します。階段があるかなんかあるかと思ったら何にもなかった。まだ私すっぴんなんで。ヘアメイクをして、今日も撮影頑張ります。行きました。そう、ガウンがね、かぶったよ。ガウンが赤だから、猪木さんって言われる。あ、あったかい部屋が、嬉しい。できました。カウガールです。チリン。できました。あ、ありがとう。つけたり、つけたりね。オッケー。お、カウンが。先スチールですか？ちょっと出してみて。はーい。上野さん。イエーイ。昨日と。テンションが軽い。誰もカメラマンがいないかに、YouTube 動画私の。来ました。これ絶対使われないだろうな。他人の後ろにも使われないですか？いや、わかんない。あ、それはあるね。こんなに出ますよね。できました。おでこ出しね、珍しいおでこ出し。そうか、あと妖怪。はい、はい、次はウェイトレス風。さっきウエスタンだしウェイトレスだし、ちょっと変化球。こんな感じです。え、絞った方がいいかなしか、どっちがいい？出してるからいいかな。出してるからいいか。見えないなら絞っちゃうこと。こんな衣装です。オッケーです。はい。そしてまだお昼を食べてないけど、終わったら食べよう。では、出陣。かわいい。スタジオが超ポップ。面白いね。ここの境目からまた全然違う空間になってる。で、こっちはなんか結婚式の写真とか子供のお宮参りとか撮れそうな感じ。で、こっちはお父さんたちかな。還暦祝いとか行けるかも。還暦違うかな。あ、で、こっちは真っ白だから何でも行けちゃうね。面白い。すごーい。何ここ。あ、次ここで撮るんだ。あ、次のやつじゃない。タイムスリップしたみたいだよ、急に。だいぶ昔にタイムスリップしたね。あれ、またこっちもあるんだ。こっちは、あ、ステージ、なんか SNS のプロフィール写真とかそこで撮ろうかな。ではウェイトレス行ってきます。すごい体型だけど、次はその靴を直してもらって。 OK、 行きます。はい、はい、
やりづらい。ポーズ取っちゃった今。OK です。はい、一応お願いします。好きなハンバーガーは？チーズバーガー。チーズバーガー？ダブチーズ。え、それマックの場合？あ、そうだね。エビチハ、ダブチハ、エビフィレオ。おお。で、朝の朝のあれなんです。みんな朝の。あ、私好きだよ。あまり？パン、バンズがあんまりってこと？結構朝ええー、たまに食べたい。あ、端っこが好き。ダメだな。もう昼がいい。10時半過ぎだね。うん、過ぎがいい。はい、勉強したいです。もう一回展開？うん。展開はエプロン。うん。これ、し、T シャツスカート。どっちが残った方が可愛いの？うん。でも、どっちが残った方が可愛い？残った方が可愛いよね。可愛い。急に喋りましたね。急に。男目線をしてから。なんかもう、クイーリーを着たような T シャツ。それか、スカート脱いで、T シャツ脱いで、これがいいのかな、欲しい。あ、やってくれるの、そんなこと。全然残せるかも。でも、笑えるかも。誰もやってくれないんだけど、誰もやってくれない。私、すごいそれだね。これからこの衣装を脱いで、中に着ている水着になりますが、これを脱ぐのか、これを脱ぐのか、これを脱ぐのか、どれが順番が正解なのか、1番、2番、これ残すの、どうなるんだろう。どう男性目線でじゃあ、想像して。着てるものに言いますけど、すごいカラフル。すごい可愛い。すごいカラフルな水着なんだよ、めっちゃ。王道がいいと思う。違うイメージだ。違うイメどの順番で脱いだかは本編をご覧ください。では後ほど。さあ最後の衣装です。着物でいう下着、襦袢を着ました。なかなか普段着ることができない衣装だから嬉しいな。もうね、完全に和な感じ、ここにいるとね。おではでは、ここで撮影してもらいます。あ、すごい、ここなんかちょっと浴衣みたいな。ここは衣装について聞いちゃいますか。はい、一応なんか、いよいよラストのチャプターになりましたが、ラストのチャプターになるんですか。ラストの衣装、今日の撮影最後、うんうん、了解です、はい、こちらの衣装が、最後の衣装となりました。なかなか、着物を着る機会も少ないですし、こういう襦袢の姿で撮影するのもかなり久しぶりだと思うんですが、いつも着られない衣装が着られて嬉しいです。お疲れ様です。よいしょ、終わってサインを書きます。今日もいっぱいチェキを取りましたので、ダラダラン。今日は携帯で全て自撮りしてるので、じゃあこの高さにしよう。こんなにあるかさ。ではここからは早送りです。スタート、ここからにします。よし、書きました。2、30枚、こんな感じでサインを書きました。ポップなのがすごい気に入ってます。 DVD を買ってくださった方に抽選で当たる予定なので、ぜひ応募してください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ、お疲れ様でした。